川端です。よろしくお願いします。今回は市川高校の問題となります。二次方程式を解けということなんですけれども、ちょっと誘導がある問題ですね。まあこれ普通にこの二次方程式を解けと言われたらですね、まあほとんど多くの人が解の公式を使って x イコールと出すと思うんですけれども、今回ですね、この誘導に従ってカッコ x 引くほにゃらの2乗イコールなんとかっていう形にしてから x を求めなさいという問題になっているので、まあそういったところで結構ね珍しい問題かなというふうに思います。じゃあね、実際にやっていきますと、いわゆるですね、平方完成による解き方なんですけれども、まあ、平方完成でね、ちなみにこういうふうに書きます。平方完成。はい。で、平方完成による解き方っていうのは、これ、カッコ x 引くなんとかの2乗。まあ、こういう形を作ることが平方完成というわけなんですけども、まず、x 2乗の係数、これを1にします。つまり、両辺を2で割ります。そうすると、x2 乗引く 3x 足す2分の1イコール0という具合になります。で、ここで、カッコ x 引く何とかの2乗という形をちょっと無理やり作っていくことになります。で、ここに当てはまる、まあ、いわゆるこのあの部分に、最終的になるわけなんですけども、ここの部分はですね、x の係数であるマイナス3の半分、2分の1をかけたものを入れてください。つまり、マイナス3かける2分の1でマイナス2分の3という具合になります。で、これを展開すると、x2 乗引く、2かけ x かけマイナス2分の3で、これ、マイナス 3x になりますね。で、確かにここを展開したらマイナス 3x 出てきますね。2と x とマイナス2分の3かけてマイナス 3x。で、ただ、これ、マイナス2分の3、カッコマイナス2分の3を2乗した、プラス4分の9っていうのが余計なものが出てきます。今、これ x2 乗引く 3x を作りたいと思ってください。ってことは、4分の9が出てきてしまうので、4分の9を引いておけばいいわけですね。なので、4分の9を引くと。で、これを計算することによって、4分の9足して4分の9引けば、これ計算すると x 乗引く 3x になりますよね。で、プラス2分の1イコール0という具合になります。よってですね、カッコ x 引く2分の3の2乗で、マイナス4分の9足す2分の1を移項してですね、4分の9引く2分の1。で、4分の9引く2分の1はですね、分母4で通分すると、2分の1は4分の2だから、4分の9引く4分の2で4分の7という具合になります。したがって、ここのね、あの部分が2分の3と。で、いの部分が4分の7という具合になります。そしたら、次、x イコールするならどうすればいいかっていうことなんですけども、これ、なんかの2乗が4分の7。ね、イメージとしてはね、この x 引く2分の3を一つの塊として考えて、なんかの2乗が4分の7。じゃあ、このなんかってなんだっていうふうに考えるわけですね。そうすると、これはプラスマイナス、これプラマイつけるの忘れないでください。プラスマイナスルート4分の7。ルート4分の7っていうのは、ルート4分のルート7のこと。つまり、ルート4は2なので、2分のルート7というぐらいになりますね。で、今、この四角の部分が、ね、この四角の部分が x 引く2分の3ってやってますので、つまり、x 引く2分の3イコール、プラスマイナス2分のルート7という風になって、で、マイナス2分の3を移項して、x イコール2分の3、プラスマイナス2分のルート7。まあ、これを答えにしてもいいですし、まあ、せっかく分母2で揃ってますから、2分の3、プラスマイナスルート7という形になるよということです。はい。ということで、まあ、これね、平方完成による解き方ということで、結構ね、学校の定期試験だとね、結構このように指定されたね、指定された解き方でね、出される時ってね、結構あるかなとは思うんですけれども、まあ、入試でですね、出すのっていうのは結構ね、珍しいかなと。解き方が指定されている、このようにね、というところで、ま
あ、この辺ね、兵法完成自体はですね、まあ、普通にもちろん中学校でも習いますし、まあ、高校入ったらね、二次関数のグラフ書くときに、この兵法完成っていうのはね、非常に、やっていくことになりますので、まあ、そういった意味ではですね、まあ、そういうところがちゃんとできないとダメだよっていうことで、こういう問題がね、出てきてんじゃないかなというふうに思います。あ、答えはですね、ちなみに、あが2分の3、いが4分の7、うが、2分の3プラスマイナスルート7というふうになります。わかったかな？以上で解説終わります。では。